はい、おはようございます。キャプテンスのバイブルトークです。今日は7月8日水曜日、第二列王記の11章ですけども、今日の主役といいますかね、今日はアタルヤという人が出てきます。アタルヤ、このアタルヤというのはアハブとイゼベルの娘で、アハゼヤのお母さん。でもわけわかんないでしょ。これ一応ね、こういう書いたんですけども、ちょっと複雑です。汚くてごめんね。この間というかね、先週のところではエフーのクーデターで、ヨラムでの同じ名前がいるからまたややこしい。ヨラム王、北イスラエルのヨラムの王が死んだと同時に、アハゼヤがたまたまいた南ユダのアハゼヤ殺されちゃいましたよね。エフーはオムリ王朝、アハブとかね、この辺のところをもう滅ぼせっていうふうに言われたので、それをしたんだけども、ついでに殺されちゃったアハゼヤね、ユダの王アハゼヤで、そこから話が始まるんですけども、ユダの、まあ、王アハゼヤが、死んでしまったと。その時にアタルヤっていうね、この要はお母さんですよ、がどう思ったかというと、政略結婚で結婚してたんだけども、これアハブの娘ですよ。で、自分の実家の方は全員皆殺しにやりました。で、自分は南ユダの方で、王様の母親で、このアタルヤというのが、これチャンスじゃねえと思ったんだよ。自分がこう今ね、この南ユダを自分のものにするチャンスだということで、何をしたかと言いますと、王の一族を、ユダの王の一族、王族を全部滅ぼす、殺せっていうふうにやったんですね。で、自分の孫とかもいるんだけども、そういうのも含めて全部皆殺しにして、自分が王様になるってことをしました。で、実際それをやったんです。で、実際アタルヤが、ユダの、なんとユダの王様になっちゃった。この時代、もう暗黒時代ですね。この一番ひどい時代に、アタルヤが王様になりました。まあ6年間ぐらいなんですけども。で、もしそうなってたら、イエス様は生まれてなかったというか、もうラインがね、ユダの、ライン、ユダのこのね、イエス様の系図が途切れてたはずなんですけども、それが途切れないのがやっぱりね、すごい神様の計画であって、ヨラム王の娘、まあ、これですね、ヨラム王の娘で、つまりアハゼヤの兄弟、妹、エホシェバという人がいて、そのエホシェバが殺される子供たちの中から、アハゼヤの子ヨアシュっていうのがいいんですけど、このヨアシュ、幼いヨアシュを救い出して、助け出して、アタリアから6年間主の宮に隠しておいたっていうふうに書かれてます。だから皆殺しにされたようで、実は一人助けられた。これよく日本の戦国武将の話でもね、戦国時代とかでもそういうのが、ありますよね。竹中半兵衛がみたいなありますけども、まあいや、でもその間ユダの王様として、アタルヤ女王、アタルヤがユダの最悪の王として、まあ、君臨しました。6年間で、7年我慢して、でも7年目、やっぱりユダの方のまともな人たちがいますから、まともな人たちはもうアタルヤが王女で、このね、ユダがこれじゃまずいということで、で、しかもヨアシュ、ちゃんとした正当な王もいるということで、クーデターを起こします。7年目に祭司エホヤダ、そのチームによるクーデターが起こります。で、この衛兵の100人隊長たちを味方につけて、もう一気にね、クーデターを起こすんですね。で、まず王の子であるヨアシを連れ出して、王冠をかぶらせ、12節で、サトシの書を渡した。このサトシの書っていうのは聖書です、立法です。モーセ五書、立法、それを渡して、で、王様というふうに、ね、宣言しました。で、油を注いで、王様万歳というふうに正式に王様になりました。その時にね、アタルヤはもう当然ね、その時の女王のアタルヤ、いや、こんな謀反で許さない、私はそれ許さないって言うんですけども、そんな関係ないですよね。エホヤダはそのアタルヤに対して、この女を連れ出せと、ただし主の宮では殺すなと、ね、汚いその汚れた血をこれ流すなってことでしょうね。で、外で殺したということで、このアタルヤの治世は、6年間かな、まあ、最悪のと言われた、しかも特殊ですよね、南ユダ王国の中で唯一女性、しかも、北イスラエル出身、アハブとイゼベルの娘ということで、とんでもないあれですけども、
で、17節エホヤダは祭司エホヤダは主と王と民との間で主の民となるという契約を結んだと。だから神様と王様と民、イスラエルの民、ユダの民との間で契約を結びました。そして王と民との間でも契約を結んだということで、この時ヨアシは、王様ヨアシは7歳でしたけども王様になりました。またヨアシのことはね、この後また、明日以降やると思いますけども、今日ね、私思ったのは、王様になる時に王冠をかぶらせ、こう律法を手渡した、渡した、やっぱりこの聖書御言葉のね、やっぱり重要性っていうのを感じました。でさらに契約ね、神様と主と民、あ、主と王と民との契約、神様と王様と、神様の下に王様がいて、そして民がいると。で王様はこのね、民を治めるんですけども、やはり神様で、その神様の意思をこうね、正しく表しているのがこの御言葉だと思います、聖書だと思います。それによって契約もそこに書いてありますし、それによって御言葉に正しくこうね、主の目にかなう歩みをする王様は、まあ SMK ですよね、ですけども、そうでない王様はやはり、滅ぼされるというかね、というようなところで、今日のところは、ここまでですね。これこんな感じでね、王様、北はオムリ、アハブ、アハズヤ、ヨラムという、このね、オムリ王朝はこれはエフーにね、殺されましたけども、南の方もちょっと複雑ですけども、この辺もゆっくりまたね、もう一回読んでみてください。はい、それではまた明日、ごきげんよう。